これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。内閣提出、参議院送付、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。法案に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。この際、ただいま議決いたしました本案に対し、神田健二君ほか6名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、公明党、国民民主党無所属クラブ、日本共産党有志の会の共同提案による付帯決議をすべしとの動議が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。中谷一馬君。ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨をご説明いたします。案文の朗読により趣旨の説明に変えさせていただきます。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に対する付帯決議案、政府は本法の施行にあたっては、次の事項に留意し、その運用等について、遺漏なきを期すべきである。1、接見禁止命令の発令要件に、精神的暴力による被害等を含める改正は、加害者が事故への従属を強いるために、生命、身体、自由等に対する脅迫を用いることに着目したものであることを踏まえ、発令要件の対象となる精神的暴力等が限定されることのないよう、その趣旨を周知徹底し、運用に万全を期すこと。2、接見禁止命令の発令要件に、精神的暴力による危害等を含めることとした一方、退去等命令の発令要件には含めないことにより、精神的暴力等が身体的暴力に比べて、重大な被害をもたらさないものであるという誤解を与えることのないよう、その正確な趣旨の周知を徹底すること、併せて退去等命令の発令要件について、精神的暴力等へ対象を拡大することを含めた見直しを検討すること、3、被害者本人による保護命令の申し立てが困難な場合についての必要な支援を検討すること、4、保護命令の申し立てから発令までの平均審理期間は約12日となっており、その期間の長さから、被害者が保護命令の申し立てを躊躇することのないよう、被害者の保護を最優先にした必要な対応を講ずること、5、被害者が配偶者からの暴力、DV を受けた場合に、加害者から逃げることを前提としていることが、DV の被害をさらに深刻化、長期化させている場合があることを鑑み、被害者とその子が引き続き同じ住居に居住できるよう、必要な対応を検討すること。6、保護命令について、同性カップルも対象となった例がある旨を周知、徹底すること。併せて通報の努力義務を含め、同性カップル間の暴力への対応にも遺漏なきを期すこと。7、DV の防止に資するため、DV を受けている者を発見した者が、その旨を通報する努力義務について十分に周知すること。8、被害者の権利擁護及び被害者の子に対する支援について、さらなる取り組みの強化に努めること。9、被害者からの行政への苦情に関する適切な対応について、周知・徹底を図ること。10、保護命令の申し立てに関する手続きの IT 化に向け、被害者の負担軽減を含め、必要な対応を推進すること。11、DV の被害を受けた女性の約4割、男性の約6割は、
誰にも相談しなかったとの調査結果も踏まえ、被害者が女性の場合のみならず、被害者が男性の場合や同性カップル間の暴力も含め、DV 被害者が相談しやすい体制を整備すること、12、被害者の相談対応や安全確保のための支援、生活再建や心身の回復に向けた支援等を担う婦人相談員の適正な配置や専門職としての位置づけ等、公的相談窓口の体制を強化すること、合わせて被害者支援において重要な役割を果たしている民間支援団体への財政支援の一層の充実を含めたさらなる支援の実施について検討すること。13、DV の被害が被害者本人のみならず、その青年の子にも及ぶ事案等に対しては、親族等への接見禁止命令により、保護が可能なことについて、一層の周知徹底に努めること。14、DV と児童虐待が同一家庭内で同時に発生している実態及び DV が子どもの成長や心理に与える影響について情報を収集し、その知見を踏まえた研修を関係機関の職員に対して行うこと。15、国が定める基本方針及び都道府県が定める都道府県基本計画の改正にあたっては、加害者プログラムや子どもに対する DV 防止のための教育について記載するよう努めること、以上であります。何卒委員閣議のご賛同をお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員、よって本案に対し付帯決議を付することに決しました。この際、本付帯決議に対し政府から発言を求められておりますので、これを許します。小倉国務大臣。ただいまのご決議につきましては、その趣旨を十分に尊重し努力をしてまいりたいと存じます。お分かりいたします。ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。